もいいやん、名乗っちゃおうと、国家試験もいらんし、名乗るのは自由や、言葉の力でハッピーなミラクルをたくさん作る、とにかく自分自身にありがとうございますっていう言葉をたくさんかける。私自身がすごくこう生きづらくて、もう自己否定、自己嫌悪、罪悪感の塊で生きてたんです、昔は。何かしてもらってありがとうございます、何かもらってありがとうございますではなくて、先にありがとうございますっていう言葉を発してお礼を言っとく。心の水がすごく濁ってた。普通新しい綺麗な水を上から足すと、中から汚いのが溢れ出て綺麗になりますよね。そういう感覚で自分にありがとうございますをいっぱいいっぱい入れた。そしたらね、満たされてきたんです。1日1000回からありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますっていうのね。で、17分で1000回言えたの。カカ様っていうことが、カッカと燃える太陽っていう意味なんですね。頑張るとね、疲れるんですよ。私も頑張ったんです、はい、で疲れたんです。お前が悪いって言われるわけです。母親の育て方が悪いとか言ってね、頑張るんじゃなくて、まず自分をリラックスさせる時間をぜひ作っていただきたいんです。それってね、好きやから許せるんですよ。自分ね、自分のこと嫌いやったら、嫌いな人と24時間住む人と一緒なんですよね。まずね、自分を認めて大好きになってほしいんです、自分のこと。で、そのために何をするかっていうと、大好きって、これもね、言葉をね、出したいんですね。大好きを言う仕掛けをいくつか作っておく。で、好きなものに囲まれてたら幸せでしょ。陰陽統合と言いまして、ネガもポジも、そうやって陰と陽が統合された時に、ものすごい自分の中からすごいパワーが溢れる。どうせの後にポジティブな言葉をくっつけるんです。どうせできる。どうせうまくいく。どうせ大丈夫。だって私だからできちゃう。できるっていう思いがね、なかったらね、人はって挑戦しないんですって。どうせできる、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 できるっていうできるを満杯にしてあげると、やってみようかな、かわいいえっちゃん、きれいなえっちゃん、キラキラオーラの素敵なえっちゃんで、その後に大好きチューってする、チューってで、これね、顔ヨガのポーズでこういうのあるんですよ。顔ヨガもしながら、手も洗いながら自分を褒めるという3点セットです。幸せくるくるどっさりと、両手に溢れるほどやってくる、ワクワクウキウキランランラン、お金がくるくるどっさりと、財布にあふれるほどやってくる、ワクワクウキウキランランランって、今もまだ介護真っ最中です。いかにその家にいながら自分を喜ばせるか。刑事がな、この容疑者に対して、どう聞けば自白してくれますかって言うかって、もっと頭使えとか。まずこう子供の力を信じる。それこそね、私の子だから大丈夫っていう。もう私がもう余計な苦労とかね、努力とか我慢とかもういらんのです、これからの時代。それよりも自分がこうやりたいと思うことを応援できる親であったり、信じれる親であったり、相手の周りの人のイメージに合わせなきゃとかって思ってる時期がしんどかったと思うんですね。売上の数字が出ないとかあると思うんですけども、すごい皆さん努力されてるじゃないですか。そのやろうとしているその意識に、やっぱり丸丸丸ってこう OKOKOK って自分を励まし続ける。ニコッと笑ってありがとうって、まあ、できたらありがとうございますまでですけども、ニコッと笑ってありがとうってね、受け取ってほしいんです。褒め言葉はプレゼントなの で、このちっちゃな明かりがね、こう日本のね、あちこちでね、灯ればね、本当にちっちゃなことだけど社会は明るくなるんではないかと。皆さんありがとうございました。またコメントをね、後ほど見ます。ありがとうございました。